こんばんは、雪のスタジオです。ベルトの教師時代エピソード発言が波紋を呼んでいます。ベルト氏とは、初代ベルトからベルト、世界の高度を継承したヨアヒム氏。幼少期にヨアヒム氏は自身の父親と仲良しだったベルトを夫社長によって母子されており、ヨアヒムとしての人生を捨ててベルト高度を継承し、ベルトとして生きてきた苦労人でもあります。そんなベルト氏ですが、若い頃はネゲントロピー名手をやりながら教師、スパイをしていた時期もありました。厳密には家族の代理で普通に大学で教鞭を取ったり、スパイとして極東のとある島国で教師として活動しておりました。そんなベルト氏ですが、ピノコニー学園再編でのとある発言が波紋を広げております。当時のベルト氏の発言の映像がこちらです。やっと来た。ずっと待ってたんだよ。5分しか待ってないけどな。じゃあみんな揃ったみたいだから本題に入りましょう。さっき請求列車宛てに宴の星からの招待状が届いたの。待って、この漢字すっごく身に覚えがあるんだけど。いくら宴の星だからって毎日セレモニーをやってるわけじゃないでしょう。そんなに構えなくてもいい。今回受け取ったのはピノコニーの折り紙大学という教育機関からの一般的な招待状だ。大学は太陽の時で開拓に関するセミナーを主催する予定で、そこへ列車をゲストとして招きたいそうなの。セミナーって大きなホールに座って何百ページものスライドを見ながら何システム時間も議論し続けるってやつ？安心して、そういうつまらないイベントは大人に任せてくれていいわ。セミナーには私とベルトが出席するから、あんたたち3人はもし興味があるなら聴講生として入学するのもいいかもしれないわね。ちょうど入学前の時期だから、彩りの夢学園祭の準備をしているところだ。この学園祭は新入生への入学祝いでもあるが、同時に在校生にとっても年に一度の大きなお祭りでもある。若者同士、新入生と一緒に入学して学内を回ったり学生生活を体験したりするといいだろう。勉強もするんだ。だとしても最高。元気な美少女が学園で青春を謳歌するなんて、うちにぴったりなシナリオじゃん。折り紙大学は宇宙に名を馳せるトップクラスの芸術教育機関だと聞いている。俺もぜひ見学させてもらいたい。なんかあんたすごく現実的だね。がっかりさせてしまうかもしれないが、折り紙大学は聴講生に卒業証書を発行していないんだ。だが君たちはきっと証書よりももっと価値のあるものを手に入れるだろう。みんなやる気満々のようね。それじゃあ私から折り紙大学に入学の書類を出しておくから、準備ができたら出発しましょう。楽しんできてちょうだい。学校か、なんだか懐かしいな。そういえばベルトは故郷で教師をしていたのよね。何か面白いエピソードでも思い出したのかしら？それならたくさんあるからな。書類を準備しながら聞かせるとしようか。このようにいかにも教師時代が楽しかったと思わせるような口ぶりのベルト氏。実際にベルト氏は教師時代に海外では姫子と知り合い、極東の学園ではキアナたちと知り合ったりして教師エピソードを積み重ねていました。しかしよく考えると、ベルト氏は教師時代にやむを得ない事情で姫子パパをむっ殺したり、カカリアが勝手に作ったベルトクローンを処分したりと殺伐とした教師時代を送っていたのも事実です。世界の開拓者たちの反応は、美穂よ初心者、幼児の教師時代の面白い話いっぱい聞きたいな。美穂よ履修者、そうだな。目をそらしながら、いやいやベルト、お前は別世界とはいえ姫子の前で教師時代の話する気なのか。とても正気とは思えない。ベルト、お前ついにボケ始めたのか。幼児メモキーパーに記憶改ざんされたか。自分からトラウマ掘り返すとかネタにもならんぞ。しかもよりによって姫子の前で教師時代の話するとか、幼児ちゃん酔っ払ってるのかな。
ピノコニーでも姫子はベルトの世界の姫子の記憶を夢でうっすら見ることがあるって言ってるから、ベルトの教師時代の話を姫子が聞き始めたら覚醒して最後授業始めそうで怖い。ベルトは姫子に教師時代の話を始めたら1分も経たないうちに情緒不安定になりそう。幼児よ、自分からトラウマを掘り返していくスタイルはストイックで好きだよ。過去を乗り越えたといえば聞こえはいいけど、楽しかった記憶なんかないだろ。ベルト教師の楽しい記憶とかいう存在しない記憶の話題を公式がやるのくさ。幼児、俺は教師時代に自分が所属している組織を反社会的なヤバいところだと生徒に教えたり、尊敬する先代ベルトのありもしない悪評を真面目に解説していたんだ。開拓者、大変だ。幼児が死にそうな顔して教員時代の話を始めた。幼児楽しそうにしてるところ悪いが、それは姫子の前ではしない方がいい話だぞ。なんでや、幼児にも楽しかった記憶の一つや二つあるやろ。ベルト先生、いいかい、みんなテキストに書いてあるようにネゲントロピーのボスである青い髪をしたベルトという男はお父様を殴った極悪非道の悪いやつなんだ。歯を食いしばりながら。キアナ、なんかベルト先生苦しそうだね。名先輩、名先輩、いつもネゲントロピーの話になると死にそうな顔になるのはなぜなのかしらね。キアナちゃん、ブローニャ、二人にネタバレしたい。ネゲントロピーと天命の教育が真逆だということを。スタレから始めたキッズなんだが、ベルトの教師時代ってどんな感じ？とりあえず姫子の父親をコロコロしたところからでいいかな。美穂よ初心者、ぶっちゃけベルトの教師時代の面白い話なんか存在するんか？ベルト、俺の世界では姫子は学生でな、君の父親が俺を襲ってきたから返り討ちにしたら姫子の人生がぐちゃぐちゃになったんだ。姫子、へえ。列車がおつやモードになるからやめろ、やめろ。ベルト辛い記憶から目を背けたい気持ちはわかるが、現実を見ろ、姫子パパに止めさせたのは誰でもないお前だぞ。ベルトは折り紙大学行って思い出すことと言ったら辛い記憶しかなくて草。幼児も年だから記憶が美化されてるんだよ。記憶の姫子パパ、こんにちは。ベルトさん、律者コアを貸してください。一緒に世界を救いましょう。現実の姫子パパ、私に律者コアを渡せ。ベルト、くたばれこの野郎。すべて思い出した。ベルト、姫子、あれは正当防衛だったんだ。許してくれ。すまないすまない、俺を許してくれ。ガチ泣き。開拓者、あのベルトがガチ泣きしてる、怖い。ベルト王子の教師時代が鬱すぎて記憶が美化されてるの笑えるどころか泣けてくるな。幼児の楽しかった教師エピソードか。鬱なエピソードならあるけど、楽しかったのってどれだ？幼児、姫子の手料理が凄まじくてな、姫子の父親と一緒にひ言いながら食べたんだ。例えるなら今の姫子のコーヒーをご飯にかけて食べる感じかな。面白いだろ、母。姫子、そうなのね。うつろな目で武器を取り出す。ベルトと姫子は幸せになってほしかった。ぶっちゃけベルトの世界の姫子はベルトに父親を重ねてたよね。姫子はベルトに対して恋する女の顔してたしさ。ベルトはお酒飲むとうっきみに懺悔し始めたら急にオットーに向けてラミ節を言い始めるイメージあるな。オットーはベルトにとってはクソ野郎なのは間違いないけど、テレサにとっては唯一の家族で思い入れもあるみたいだし、誰も幸せになれないの、えぐいな。ベルトが姫子以外で教師時代って言ったら、スパイでテレサの学園に潜り込んでた時とかかな。当時は設定が固まってなかったからしゃあないけど、今思うと変装も何もしないで姫子と同じ職場で働くベルトとかもはやギャグ通り越して設定崩壊インパクトだろ。しかも敵対組織の学園っていうね。ベルト、俺もいろいろと驚いたよ。まさか教え子と一緒に教師をするなんてな。羅刹、いろいろと大変だったんだね。ベルトさん、よかったら僕が話を聞こうか。ベルト、ありがとう羅刹さん。とりあえず君のムカつく顔面を殴っていいかな。羅刹、オットーの管理から逃れてたテレサの学園にスパイとして潜入してたのって、それもう教師時代の話じゃねえよ。ネゲトロの話じゃねえか、ベル王子。自分の父親をコロコロした男の孫娘が仕切ってる学園にベルト先生で潜入してるの、喧嘩売る気満々で好きだよ。こうしてみるとベルトの教師時代って何もおもろいことないやん。
姫子と教師と学生の関係でドキドキスクール編を満喫してたらバッドエンドが生死になったからな。そもそも幼児は青春時代なかったからな。どっかの男のせいでな。羅刹、いろいろと大変だったんだね、ベルトさん。よかったら僕が話を聞こうか。ベルト、ありがとう羅刹さん。とりあえず君のムカつく顔面に天下聖斎を打っていいかな。羅刹、え。ベルトとキアナの学園時代の思い出は楽しかった記憶でいいだろ、多分。幼児、今俺の故郷で神様をやってる子がいるんだが、学生の頃はやんちゃでな、よくテストや宿題を忘れてライデンさんと。キアナ、誰か噂してる気がする。記憶のアイオンの使者、気のせいですよ、キアナカスラナさん。そんなことより終焉の記憶をガーデンに提供してくれませんか。絶対にお得ですよ。キアナ、断る。ベルトの記憶の泡見たらマジで列車がおつやモードになるぞ。パムとかミツキなのかは、幼児の過去聞いたらずっと泣いてそう。という具合で開拓者たちの間で盛り上がっています。お父様によって青春時代を奪われ人生をぐちゃぐちゃにされたヨアヒムシですが、彼は立派にベルトコードを継承して今では政界で開拓活動を満喫しています。今度はベルト氏の嫁の話でもお酒を飲みながら語ってもらいたいところですね。本日のニュースでした。